じゃないとどうやって南海トラフ乗り越えんの、首都圏直下どうやって乗り越えんの、急がなきゃダメなんですよ。この石破さんが総理になったっつって防災庁っつってたものが、じゃあ防災省って言ってたものが、総理になってから言い出したことが防災庁、要は省から庁に格下げになってるっていう、違うだろうって。あの防災省の設置についてもあの盛り込んでいたかと思うんですけれども、あの防災省のあの設置の必要性、意義についてのあの説明をお願いします。ありがとうございます。大きな災害が起こってんです。大きな地震があった後に、立ち直る前に豪雨災害があったんです。で、現地では避難所にいてる人にしか食事が行ってない、在宅で避難されてる方々もいっぱいいるのに食事さえ届いてないんです。なんでかって、国はプッシュ型支援先回りしてないんです。で、行政の手が回らないという状態で、誰が頑張ってるかっつったら民間のボランティアなんですよ。で、心ある人々なんですよ。物資を送ったりとか炊き出ししたりとか。ちょっと待って、災害があった時に頼れる先がボランティアの方々ですっていう国のあり方、おかしいでしょ。毎年のように災害起こる国ですよ。大きな地震だけじゃない、梅雨時期からその先秋にかけては当然これ大雨の季節であり、そして台風も来る季節であります。だから毎年どこかが災害に遭うんです、被災地になるんですよ。で、被災地になったところはどうなるかって言ったら丸投げされるんですよ。それで回せるわけないやん。そこの穴を埋めてんの誰ですかって言ったら災害 NPO だったりボランティアなんですよ。国がもっと大量に人を送り込んで、例えば22万人いる自衛隊、そのうちの一部でも送り込んで、一気にこれ生活復旧や復興に向けてこれ人を出せれば大きく変わるんですよ。被災地で起こってることって何かっていうと、結局貧困っていうことを拡大していっちゃうんです。普通の生活に戻るまでに時間がかかりすぎるから。どれだけ土砂が流れ込んできたとしても、それを除去するのはその家の人なんですよ。その工場だったり事業所であったとしたら、そこの従業員たちなんですよ。どれだけ途方もない作業、泥を一日中かき続けても終わりません。じゃあ元の生活にいつ戻れるんですかって言ったら、どれだけ時間かかるかもわからないんですよ。で、もうすぐ冬が来るって、これ繰り返しなんです。去年もそう、秋田には2回の豪雨が襲った。秋田に2回豪雨襲ったの時期が夏で、冬場にまでなってもまだ生活復旧できてないんですよ。国はもう終わったことだってことにしてます。で、地元自治体ももう災害は終わったことにしたい、だって他にもやることいっぱいあるから。でも確実に取り残された人たちがいて、その人たちに暖房器具とかを届ける人たちって民間になるんですよ。むちゃくちゃ。この30年の日本は小泉政権から始まって自己責任っていう社会になっちゃったんです。自分たちの収入が少ない、仕事が安定しない、それあなたの努力が足りないんじゃないのっていう自己責任。でも違いますよ。実際は政治の場で雇用を破壊して、税金の取り方歪めて、不安定な暮らししか送れない国にしちゃったわけでしょ。この自己責任というものが残念ながら災害の時にも適用される国になっちゃってんですよ。それを考えた時に、じゃあ今何しなきゃいけないですかってことですけど、防災に対して、これ災害を防ぐという意味もあるし、災害が起こった時に対応するというところのちゃんとした機関を立ち上げなきゃダメなんです。今それを担っているのがどこかって言ったら、内閣府防災、内閣府っていうでかい組織の一部署ですよ。そこで担えるはずないんです。縦割り行政に横串を刺すのが内閣府、そこで防災を担当するものだから、幅広の問題をそこでさまざま背負いながらいろんなやり取りをしなきゃいけないって、もう全然無理、キャパオーバーですよそんなの。だから毎回取り残されるんです、いろんな人たちが。だからそういう機関を立ち上げなきゃいけない。そのために何が必要かって言ったら、防災庁的なものが必要。これは石破さんも言ってた。そしてこの石破さんが総理になったって言って、防災庁って言ってたものが、じゃあ防災省って言ってたものが、総理になってから言い出したことが防災庁、要は省から庁に格下げになってるっていう、違うだろうって。毎年のように起こるんだから省でいいんだよって、予算いっぱいつけて、でどこかが被災したらみんなで助けに行くっていうだけの人員揃えなきゃダメなんです。その中核を担うのは誰かって言ったら、この数十年に及ぶ災害の中で中心的役割を果たしてきた災害 NPO だったり、いろんなそういう人たちですよ。災害が起こった時に政府が頼るのは災害 NPO なんですよ。こういう時どうしたらいいんですか、揉め事が起こってるんですけどつって入っていくの災害 NPO なんですよ。おかしいじゃないですか。
で彼らは何でやってるんですかって言ったら、当然 NPO だから何かしらの補助金出たりするかもしれないけど、そんなんじゃとても回せませんよ。だって人間何人か送り込んで、そして重機で泥かき出したりとか、そんな作業を1ヶ月も2ヶ月もで、そこからまたコミュニティを再開させるために人を送り込んだりとかして、一体いくらかかる。良心というものに頼りながら、公助、国がやるべきこと、行政がやるべきことを一切とは言わないけれども、超薄くやり続けてるっていうのがこの国の災害対応だから、大きな地震来て、おそらくあなたは助けてもらえないかもしれない、今のままじゃ。でも私それで諦めたくないんですよ。やっぱり何か一番困ってる状態の時にすぐに手を差し伸べに来てくれるっていうのが国であってほしいし、行政であってほしいから、そのために必要なのが防災省。じゃあそこの中核を担うっていう人たちは、もうすでにノウハウは十分に積み上げられてるんです。その人たちの中には人金物が足りないだけだったら、その人たちを中心にこれまでの蓄積されたものを共有していく、でその下に人を育てていくってことが重要だ、そう思ってます。で公務員増やす必要があります。公務員増やすってむちゃくちゃなこと言ってるわ山本、そう思われた方違うんですよ。維新というような政党が公務員はろくでもない、あいつらは美味しい思いしてるとか、そんなこと言い続けてたから洗脳されてる人いるかもしれない、違うよって。公務員ってもう今や正規の公務員どんどん減って、不安定な公務員がどんどん増えていっちゃってる状態なんですね。でも仕事回らないんですよ、人減らされて。でこちらご覧いただきたいんですけど、人口1万人あたりの公務員の数です。一番上が国の名前、フランス、イギリス、アメリカ、ドイツ、日本、見ていただくと一番下のボックス行っていただきたいんですけど、1万人あたりの公務員数、フランス845、イギリス861、アメリカ656、ドイツ585、日本264。圧倒的に公務員少ない。公務員少ないことの一番の幸せどこに行くかって言ったら、災害の時なんですよ。災害に遭った地元の自治体は職員も被災者なんですよ。その状況で大量に人が入れるようにしなきゃダメなんです。当然その町のことはその人たちが一番知っているっていうのは当然なんですけど、その話を聞きながら、その人たちがやる仕事をその代わりに代わってあげられる人、しかも長期的に、そういう人を送り込める状態にしなきゃダメなんですね。まず一番重要なことは何かって言ったら、防災に関して省庁を立ち上げること。その中核と担う人たちはすでにノウハウは蓄積されまくっている人たちを真ん中に添えて、そしてそこからしっかりとさまざまなノウハウを受け継ぐっていう人たちを育てていく必要があるんです。じゃないとどうやって南海トラフ乗り越えんの、首都圏直下どうやって乗り越えんの、急がなきゃダメなんですよ。私たちの言っている防災庁っていうのはそういうものです。これだけ災害が多い国で国がノウハウを蓄積してないんですよ。毎年学習する機会があってもそれ蓄積されてません。蓄積しているのは民間だけ。それを国のものにしていこうよって、ちゃんと雇用しようよそういう人たちよって、そして育てていこうよって、当たり前のことですね。そういうことです。